あ、ほんでね、またね、今回ありがとうございました、皆さん。ありがとうございました。メールの方でね、いつも月曜日に収録させてもらってるんですが、これも大人の事情っていうのがちょいちょいありましてね、まあそうなってくると、じゃあこの日ええか、いやいやこの日ええかってなってきて、遡って今日なんと何月何日何曜日ですか？7月12日の木曜日。そうなんですよ。木曜日の12日の木曜日の何時ですか今？9時40分。そうなんですね。48分というで、まあ2日しかないんですけども、お願いしますってご協力お願いしますって呼びかけたら、またたくさん夏バテ防止というか、これさえ食べてたら元気もりもりですよっていう、あなたの夏バテ防止飯は何ですかっていうの。あ、この方でございますよ、武田さん、京都の方です。ありがとうございます。無事10分で終わらす編集長はすごいですね。どうですか？はい、ありがとうございます。いやいや、あらら、川澄さん、川澄さんですよ。ハッピー姿良かったですよ。10分慌ただしかったですね。伝わっちゃいましたね。皆さんね、結構そこにね食いついてくださってるというのがね、私にとっても嬉しいなと。あ、井上さんですよ、奈良県の方です。朝一からとても元気だな。ピンクのハッピーの色も素敵です。可愛いかなっていろいろな夏の過ごし方が参考になりましたって言ってね。間に合いました。間に合いました。岡本さんでございます。間に合いました。ありがとうございます。本当に岡本さん、もうほんまこっち側の方ですからね。もう本当にね、岡本さんでございます。ハラハラドキドキの収録でしたね。森さんのピリピリ感と。編集長のついつい脱線話、見ているこっちまでハラハラドキドキでした。無事にほぼ時間通りに終了、素晴らしいです。やっぱりこっち側の方ですからね。こっち側の方でございますよ。本当に森さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。夏バテのねあれですけどね、なんだろう、梅干しかな。編集長のお題のチョイス、これからも期待しています。最近編集長からのメールの出だし、編集長の日常が語られていないですよね。ちょっと寂しいと感じているのは私だけじゃないと思いますっていう。夜の焼肉とゆっくりのお風呂ですって、三堂さんですね。減塩梅干しを1日1個食べてます。クエン酸とかが含まれていて夏バテになりにくいとかと聞きます。清水さんです。枝豆とビールね、プラス土日の早朝のジョギングでしっかり汗を流しますって、はい、青汁牛乳とバナナと黒酢サプリメント、真夏も屋外でテニスを楽しんでいます。福田さん、兵庫県の方ですが、長芋、オクラ、納豆ととにかくネバネバしたものを毎日どれか食べてますっていうね。あ、伊藤さん、伊藤さん、ありがとうございます。初めてメールします。嬉しいですね。ありがとうございます。いつも利用しているのですが、メールが苦手です。あ、この方ですよ。着る木陰のパーカー、感じが良さそうですねって書いてあるんですね。夏バテ知らずは、熱い鍋料理を食べることですと。豚肉とキャベツの味噌煮っていうんですか。その他野菜を入れて食べます。あ、美味しそうですよね。夏はかき氷でしょうっていうところなんでね。家で作るかき氷と。ふんわりふわふわに作れる機械を去年買ったので、いろんな味で今年も楽しみますって。好き嫌いせずに毎日与えられたものをありがたくいただくことですよ。分かってあればよう分かってらっしゃる。なんか文句言うたらね、ややこしいですからね。あ、こんなご感想ですよ。時間制限があるにもかかわらず、視聴者の感想や商品情報、行楽情報と盛りだくさんで飽きない時間が過ごせましたって。いやいやいや、できる子ですからね、私。はい。トマト、キュウリ、ゴーヤ、トウモロコシ、スイカと夏の野菜、果物で乗り切っております。旬はね、体にいいですね。はい、まあそういうこと。女優の吉岡里帆さんです。里帆ちゃんでございます。里帆ちゃんですよ。もちろん今回ね、主演ドラマなんですが、コマーシャルが。CM ね。コマーシャルが見ない日がないんであるというか、もう本当にもう大事にも書いてますけども、可憐っていう言葉がぴったりの方です。UR で R で言いますと、これちょっとね班によっては変わるんですけれども、この今のこのどなたでしたっけ？吉岡里帆。吉岡。大丈夫ですか？広告というかご案内が入りましてね。そうなんですか？そうなんですよ。UR のクーポンがちょっとついてましてね、それを切って営業所に持って行って、 UR ですから賃貸住宅ですね、安い賃貸住宅から高級なものでたくさんたくさんあるんですで、ご案内していただきますと、なんと高カードがもらえるというね、これは嬉しいですね。ぜひ皆さん行っていただきたい。昔の講談ですわ、講談ね。はいはい、これはですね、私ちょいちょいこの紙面を紹介するときに、あなた方がちょっとホテルに行ってもん食べてね、この遊び半分で行ったやつあるじゃないですか。真剣です。いやいやいや、その遊び半分のやつ、私はそれを真剣に言ってまいりました。そうですか。今回初めて、なんと聞き手読売ファミリー編集長大西秀正、私のことでございますよ。皆さん、私のことでございますよ。誰と行ったか、彼と行ってまいりました。おっさん2人で行ってまいりました。もう1人おっさんおったんですけどね。どうでした？おっさん3人で、大人の女性に大人気のお宿におっさんで行ってきたという。おっさんも感動する。感動したよね。そうですよ。もう温泉もそう、お料理もそう、お部屋もそうで、ちょっとしたね、そのやっぱり清潔感っていうのも大事です。もちろんです。それがね、すごいんですよね。何が一番すごかったですか？僕はね、すべてすごいんです。なんせね、清潔っていう、そういうなんかね、なんか口コミのランキングって今あるじゃないですか。清潔部門っていうのあるんですよ。まあいっぱいあって温泉いらないが、清潔部門で結構地味なんですけど 4.6 なんです。このね、私も見ましたけどね、掃除がすごい細かい。もう例えばああいう酸あるでしょ、全部外すんですよ。毎日。ほんで。やってたな、隅から隅まで。これはやらんとダメなんですって皆さんが、もうお風呂も綺麗ですし、でまたトロットロなんですよ。これあとこの肌に湯がどないですか、あれ美人の湯。そうそう、それそれ。朝食ですか、これ。これ朝食。あ、よう言ってくれた、よう言ってくれた。この朝食、なんと夕食のメインでやったせいろ蒸し、これを朝食に出すんですよ。相手の来た瞬間に調理が始まって一個一個出すんですよ。なんと全国大会が、朝食の全国大会があるらしいんですよ。朝ごはんフェスティバル。わあ、楽しそう。で、これの兵庫県の今1位に選ばれたところなんですよ。6月で。で、全国大会が10月にあるんで、これにチャレンジしてなんとか全国制覇を目指そういうことで今盛り上がってはるんですよ。従業員の皆さん、ほらほらここの皆さんです。劇団四季のリトルマーメイド。話題じゃないですかね。大阪初上陸、関西初上陸、もうなんかもう取れないんですってね。あ、人気でもう全然人気取れないんですけど、読売ファミリー枠ということでね。7月25日号、俳優の山下智久さんです。智久さんでございます。山 P でございますね。はい。これはこれでまた来週ね、あなたが行かせていただきました。じっくりとお話聞いてみたいなと思います。この OK が出ましたね。おしゃべりもあると。今週はこの辺でお別れということで、ありがとうございました。